山戸ラジオ北風放送 The North with v o d c a s 皆さんどうもこんにちは山戸ラジオパーソナリティの中村光大とエンデとテルイタケヤですよろしくお願いします今回ゲストに副料理長のテルイタケヤさんお越しいただいております、はい、よろしくお願いしますま前々回で単角牛の話もより詳しく教えていただきましたので 今回はまあ自社農場の自撮りということでもっともっと深く教えていただきたいと思います、はい、じっくり説明させていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますそれではあの早速お便りいただいておりますので紹介させていただきます、はい、では竹谷さんよろしくお願いしますはいあそうでしたねはいはいは <laughs> 初はいは様からです、ね、はいはい皆様こんにちはい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 ははい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  天気予報は曇り、一時雨となっておりましたが、果たして天の川を見ることができる,できるのでしょうか皆様、どんな願い事をされますか私の願い事は、山野さんでホタルをたくさん見られるようにです。<laughs> さて、先週のハッキントンのお話、知れば知るほど食べたい気持ちが膨らみます。今週の南部柏のお話も楽しみです。そして、いよいよ今日から高校野球の大会が始まります。 高校野球女優好きの私には待ちに待った時期となりました。感動の夏を楽しみたいと思います。来週は真夏日もありそうです。皆様、熱中症にお気をつけて、お体大切になさってください。ありがとうございます。すね、ありがとうございます。今回で、まあ、7月7日ということで、えー、七夕。うん、夕七夕ですね。はいはい 願いは山道でホタルをたくさん見られますようにということです。まだまだホタル見られそうですかイうんまだ鈴ってますね。最近雨でも三匹四匹ぐらい結構お客様にもご案内してます。やっぱり最近のホタル少なくてもでも光が大きい多分大きいホタルと思います。うん原子ボタルか。源氏原ボタルかですね。 こちらではほたる出たりとか流理でほたて出たりとかほたてまであそこに結構,結構そういうことはありますけどお客様に間違えこともあるんですそうですね今もちょうどほたてが出てるってことで、はい <laughs> はい、ちょうど、はい、ありがとうございますで今回のナムカシアも楽しみにしてい,ただいてるといてことで、はい、はい、ありがとうございますありがとうございます あと天の川の話も見ることができますか一応最近曇ったりもするんですがちょうどこんな時期に多分明日とか明後日も天の川もし空が綺麗になれば天の川見れると思いますそうですね昨日もずっと雲暑かったんですけど夜晴れてお客さんも星が見られてもうちょっと晴れば 西和賀町もっとできるもっとできる <laughs> もっと <laughs> できる,でる,でる <laughs> もちろでは y o 様のラジオポイント27でございますい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますそしてまあ七夕ということで、えー、山マラジオで山戸のスタッフにも短冊お便りこちらを募集いたしました <laughs>、えー、皆さんの願いを、えー、少し 紹介させていただきます、はい、まずは鎌田ひとみさん、大留学でお世話になったホストファミリーにまた会えますようにで、次は伊藤千夏さん、コロナウイルスが収まって海外旅行に行けますように、どこ行きたいか聞きたいですね <laughs> で。料理長は健康な体になること、それが一番大事ですね。 明日も笑顔で過ごせますように素敵な、はい、そして橋本チーフはスタッフ一人一人が見つけた個性を伸ばせますようにす素敵です,ですねそして杉山夢乃さんみんなが健康でいられて私は痩せられますように食べるのが好き人は痩せるのが夢ですね、うん <laughs> いや全然健康的でいられれば、はい、大丈夫です中村さんの七夕は、はい、私はですね、まあ、世界中の猫がまあ冬を越せますように、<laughs> <laughs> <laughs> ちょっと残念です、ね、優しいですね、<laughs> 心配してます、うん、冬は寒いのでね。あと、水木さんからですね、うん、マスクのない生活が戻ってきますように、東京の友人に会えますように。 大事な楽しいですね。では、エミリーさん、私はまだ書いてないんですが、一応、昨日、結構私の大好きな先生、森先生が、森先生の娘さんが、七夕を壁にやってるんですね。後で写真見せます。結構壁に七夕書いて、そちらでお願い書いてるところを見て、自分も去年のことを思い出して、去年なんかコロナウイルスがなくなってほしいと。 あともう一つは奥さんに会いたいことで1個当たりました、うん、奥さんに会いましたでもコロナウイルスがまだなくなってない、うんうん、でも今回は本当になくなってほしいお願いですより強く一本に絞ったということですねはい切実に <laughs> <laughs> まあこれが願いが届きますようにそうですね、はい、あとあ柴田さんが、うん、シグルさんあ料理長 体のこと私、うん、結構いろいろ本であもしかしたら神が人間になったらどういうん、何が欲しいになるんですか質問されたら神も体のが、うん、神もし人間になったら、うん、神に同じお願いしたら何が欲しいですかとかに伝えたら体元気で声がありました神様が人間になったらその時の願いは元気な体。はい まあ、人間なれば何が一番必要ですか、うん、それは元気な体です。うん、健康が一番ですね、うん、健康が一番です。ですね大きな願いです <laughs>、うんえー、スタッフの皆さん、こういうお便りありがとうございます。ありがとうございますということで、エメリーさん、このラジオ、早速始めていきましょう。 さて、はい、このラジオは岩手西和賀町にある、はいはい、源泉かけ流し、うん、山道がお送りする源泉かけ流しの <laughs>、はい、温泉おいラジオでございます。はい、ラジオの中で動画、写真や流れ場合もございまして温泉版でポッドカストで聞いてくださっている方々がいないと思いますが、うん、YouTube でご覧くださいませ、はい。そうですね、ぜひ、まあ、お花だったりとか素敵な写真も YouTube で配信していです ございまして、はい、音声だけでなく、映像も、ぜひご覧ください。はい、はい。それでは、えー、また、次のお便り、ご紹介したいと思います。えー、続いてが。ラジオネームたかし様、ね。お高橋様お、たかし様。<ー>はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ええ、今回も、大変お世話になりました。エミリーさんが、お休みと聞いて、ショックがっかりでしたが。 橋本さん、夢野さんにも大変お世話になり、美味しいお料理に話も弾み、楽しいひとときを過ごすことができました。日本語上手なロザさんにも感動でした。今回は山田さんの蛍見ることができましたが、雨でしたので蛍も隠れているのか数、<laughs> 数匹しか見られなかったのが残念ではありました。実は私の家のののの家すぐ近くに川川がありその川の上流流から飛んでで橋下下を抜けて下流まで 飛んでいく蛍を橋の上から毎晩見ているんですよおすごいいいところですね結構飛んでいてだいたい30分で100匹くらいは見てる<ー> <laughs> すごいですねすごい自然なところですよね100匹はくで私のスマホで撮った蛍を夢野さんが付き合って見てくださいましたが私のようなものにも寄り添い心運びしてくださる山田の皆様には本当に頭が下がります、うん 放送の中から皆様の心の温かさをいつも感じさせていただいていますが今回もすぐまた私の話したことを取り上げてくださいましたねすごいですまた今回はチェックアウトして帰ろうと思っていたところになんとエムディさんがお休みのはずのエムディさんが私を見送りにわざわざ来てくださったとのことでまたまたびっくり感動と安堵感に自分自身が驚いていました そうですよ、エミリーさん。ピロリ菌は早く退治しましょう。簡単ですから。<laughs> え今日の言葉は、えー、あすません、こちら。大凪がこうなん、うん、湘南大南が湘南ですか、うん、でした。でした。すみません。ではまた山田さんで皆様会えることを楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました、えー。高橋様からいただいております。 すいません途中漢字がちょっと読めずに。<laughs> はい。おし訳ございます。ということで、エミリーさん、ちょっと高橋様にお会いしたいということで。結構、ちょっと会いたかったの、ね、よ、うん、私朝。洋服着て、うん、山のに来て。ご愛しやすできました。すごいそれで、自分の困ること、こういう、結構、うん、死んだで、うん、こういうもの起きるかも。うん、でも、よかった結構いろいろろ結果が。 あすごいいい結果でしたんですね。ピロリ菌とかなかったんです。入ってませでした。なかったんです。高橋様にも本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあヤマドも百匹ほたり目指したいですね。はい。あ多分川ワアタとか全部目指したら百匹以上ね。百匹以上いける。すごい向上心です。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてのお便より武さんお願いします。はい。 本当はですね。えっ、ー、と、佐藤弘さんですね。はい、佐藤弘さんからお受けでもって、はい、ありがとうございます。山マスタッフの皆様こんにちは。こんにちは。ちは前回放送の白金島のお話、興味深く聞かせていただきました。うん、ありがとうございます。今回放送の地鶏南部カシもとても美味しいですよね。うんうん、短角の説明に引き続きテルイさんのお話楽しみです。 山の厳選食材のお話は勉強になるだけでなく、次回、ま、宿泊までのさらなる楽しみにつながるので、引き続きよろしくお願いします。うん、さて今回は質問があります。うん、SNS で山野の,のカバー写真が変更されておりました。満天の星空、見えているのは天の川でしょうか、うん、そして夜空を見上げている素敵な女性はどなたでしょうかぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いします。 ありがとうございまやこちらの質問で本当チーフの橋本大変喜んでおります、ね、<laughs> まあ撮影したのが橋本ということで、うん、天の川の写真ですね、はい、間違いないですねそうですで山のお部屋の、ま、屋根の上に実際 <laughs> そのスタッフ、まあ、水木さんなんですけど美しい女性、うん、坂本水木さんが座って、まあ、星と水木さんはどちらも綺麗に。 撮りたいということでちょっと特別な撮り方をしたということです星を撮ってその後にまに水木さんの写真も撮ってどっちにもこうピントが合っている綺麗な写真それをくっつけたという特殊な写真ですね星撮ってから4秒経って水木さんも撮ったと素晴らしいです、ねうんうん、なるほどすごいやっぱり工夫がありますね <laughs> <laughs> 素晴らしい まあいつもこうお客様こう他の季節紹介する時アルバムもたくさん、うん、紹介してますけれども多分一つ一つそういう工夫があるのではないかなと思います水面撮ったりとかまあ逆さまで撮ったりとか面白い写真もありますよねですね、うん、そういうラバラシも今度聴けたらいいなと思ってますはい、はい、あとは今回 自撮りですね。やはり皆様楽しみにしていただいてますね。南部佳は。南は。はい。で、佐藤様今回でラジオポイントが五。五ポイント。五ポイント。としては山で五千円のクーポンのことを考えてます。そうです。このラジオポイントは五千円相当のクーポンに変わります。あ、すごいですね。じすぐは佐藤弘様お使いできますね。そうです。 さらに貯めることもできれますのでぜひまたはい、佐藤平様ありがとうございますはい、ありがとうございますでは続いてお便りはラジオネームカズ様カズ様いただいておりますありがとうございます皆様こんにちはこんにちは今年もあっという間に7月になりましたね少し前は寒い寒いと言っていましたが暑い夏が来る季節となりました野球好きの私は夏といえば高校野球が毎年の楽しみです 県大会から甲子園と熱い試合を今年も楽しみにしています。皆さんは夏といえばこれだというのはありますかさて、今回の放送はテ照井さんの再登場ということで、南部カシ屋のお楽しあ、お話、楽しみにしております。<laughs> 前回出演された際の短角牛のお話がとてもわかりやすく勉強になりました。ありがとうございます。今回も照井さんのお話、楽しみにしています。 宿泊した際に南部カシワも食べたことがありますがとても歯ごたえがあり今まで食べた鶏肉とは全く別物でした山田さんでいただく食事は全て美味しくて盛り付けも素晴らしく目でも楽しめいつも大満足です次回の宿泊も楽しみにしています、はいはい、ありがとうございますありがとうございます,いますこちらでカズ様が皆さん夏といえば、うんうん これ,夏これだというのありますか <laughs>、はい、私はこれの話ですね汗かりますか<笑><笑>もう汗だくですねもう,もう夏ですね,ねこれから真夏になるんです、ねうん、そうやっぱり全力疾走でどんどん汗をかいてね爽やかな汗をね <laughs> 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 まあ私はやっぱ結構川が夏のイメージで 去年は時期を間違って川、大量のアブに <laughs> 襲われてしまってうんまあ20匹、30匹いたのかなとなんかす多分ん巣に突っ込んでしまったんです、私がうんそれは自分のうちに邪魔されたらうんあれくらい暴れると思いますうんまあ今年はそういうことないようにしっかり時期を見てお客様にも案内できればなと思っております。<laughs> さんは夏といえば 夏といえばうん夏っていうとイコールスイカが思い浮かびますね自分はですはいスイカ夏祭りみたいなそういうイメージが浮かんできますねスイカ割りとかそうですねはいあとやっぱり夏野菜とかですねトマトきゅうりとかそういうのをみずみずしい野菜が思い出されますやっぱり料理作ってるとその食材で季節感じたりするすねそうですねはいピーマンだったりとかはい なる,ほどなるほど、なるほどそういうことで、どんどん夏が近づいてきますので、皆さんも体調管理、気をつけてお過ごしください。それでは、えー、続いて、北風放送彩るお話紹介、エミリーさんからしていただきたいと思います。ああ 今日もちょうど今日本全体アズサイの時期ですね。うんうん、ちょうど1時の席とか、うん、まあ日本の周りの山戸の乗車場にもこのアズサイ咲いてました。今日もアズサイなんですが色だけ違うで3種類みたいの色。こちらがウルイですね。一番最初。うルイのお花。ウルイのお花。ウルイは一応野菜でも。 食べたことあそうですね。そのうるいは大きくなって花になりました。ご安心くださいませ。あそなできないから花まで。ですね。あとこちら3種類今日は紫色。あとピンク色。とこちらが青青色かな。青色はレイタンという意味ですね。花言葉が。花言葉レイタン。 あとピンクは強い合図か強い合図紫は深部強い合図白いはひたむきの愛情みんな合図ですねでも一関に行ったら400種類がアジサイあったんですまあじさい自体がこう土のペハの代わりで こう色が変わるっていうことで、まあ移り気とか、浮気、無情なんていう花言葉も。ありますけども、多分このお花の付き方とかで、団欒とか、和気あいあいとか、家族という意味もあるみたいです。なるほど。やっぱ温かい意味でね、捉えていきたい。そうですね。これから、あずさい、すごい綺麗ですね、道の周りとか、うん、あずさい。そうですね、やっぱり、夏が始まります。はい。もちろんです。ねでは、今回も、ていこさん、綺麗な花、ありがとうございました。 ありがとうございます。それでは一旦ブレイクタイムに入りたいと思います。はい、後半もお楽しみに。ありがとうございます。ありがとうございます。 取りましたはい取りました、はい、それでは、えー、後半は南部貨車について詳しく、うんえー、説明していただきたいと思います武さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はいはい、まず地鶏とらその地鶏とらを行く前に国内で流通している鶏肉の種類ですね3種類ありますお<ー>ブロイラーブロイラー銘柄鶏あと地鶏 自撮りはい、この3つに分,分類されますね。はい、でその自撮りとはなんですけども自撮りはあの在来種の熟慶によるものまたは在来種をスビナの生産の両親か片方の親に使ったもので在来種由来血液100分率が50%以上のものとされています。分率 半分ってそうですね、半分血が流れていれば、自撮りということになってますね。生産方法では、飼育期間が80以上であり、28歳で以降、平らがいや1平方メートルあたり10羽以下で飼育されたものと定義されています。ちょっと結構広々とっていう、そうですね、伸び伸びと自由に育てられたのが自のあの定義にもなっている感じですね。 なるほどこの在来種っていうのが何なんだと思って個人的に調べてみたんですけど38種類あるすごいですね38種類ってう調べていくともう多すぎて途中で頭痛くなってしまったんですけど途中まですいたんですね晴らしいですねその中にしっかり岩手地鶏地鶏まあ有名だとひ比内地鶏とか 名古屋コーチン有名ですね。とかたくさんありましたね、聞いたことあるような鳥が。ですね、その中の南部カシアは。南部地鶏。南部地鶏そうですね。岩手地鶏。ということで、そして、岩手地鶏、南部カシアとは、南部カシアの説明ですね。南部カシアは天然記念物、岩手地鶏の血を引く、と本県固有の地鶏肉。飛ぶ力が強く。 小型の地鶏を在来種と複雑に掛け合わせ岩手自撮り地鶏本来の特徴を引き渡した傑作です維持平方メートル 1>,、はい e、1羽以下とし鶏舎でのびのびと飼育していますおかなりじゃ広いですねそうですねよりもかなりそうですねでまあんぶかしその岩手地鶏ということで、はい、岩手固有ということは岩手にはその岩手地鶏 だけですね、はい、在来種は。そうですね。はい。かなり貴重です、はい。はい。そしてストレスなくよく運動することで。 身の締まりも最高の肉質になります。また自撮りの飼育期間は通常の80日以上で良いとされていますが、自撮り特有の食感を出すため南部カシは120日の長20そうですねかなり長いですね。3ヶ月ぐらいですね。はい。さらに長くなってます。いろいろ場所でやってるから筋肉も強いと思います。うん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 ですね。幅太いたりして筋肉も結構使って、足腰も使ってはい。 120人の長期飼育をしています。はですね南ははは、まあ、それだけ動くために食食べべててるもものととかか大か事うどんな餌を食べてます地元の,あの米,で米だとかあの穀物とか。<laughs> 私たちで食べてる鳥も地元のその鳥も鳥の餌も地元の <laughs>、ね、<laughs> 一緒のものを食べてます <laughs> 地元地元ですの地元を食べてます、ね、はい <laughs>、はい、あと大山脈の伏流水ですか、えーはい、とても澄んだきれいなお水を飲んであの生き生きと育っています、はい、私たちと同じ水飲んでますねそうですね <laughs> 全く同じものを食べてるかもしれませんなるほどなるほどで、まあ、鳥はやっぱり格付けが 気になるなと思ったんですけど、はい、あの豚とか牛みたいにあまり格付けがないみたいなんですね天が天、うん、が決まってるんでその間であればうん、うん、そうですね格付けはないみたいですねなるほど、まあ、このかなり噛み応えのある地鶏っていうのをヤマドではどういうふうに調理してますでではですね、うん やっぱり噛しゃぶしゃぶはい胸ね肉もも肉をしゃぶしゃぶしにしましたり、うん、あとはやはりあの120に育っているのであの噛み応えもあるんですけども、うん、皮も結構硬かったりするので、うん、塩麹につに漬け込んでそれであのローストポークにしてこんがり焼いて出したりしてますねはいみニさんしゃぶしゃぶのおすすめの シシャャブブ具合はどれくらいでしたか時間に考えれば4秒ぐらいですけど3回ちょうどシャブシャブシャブするところですねちょうど今4秒でしたちょうど4秒そちらの方が新鮮なものもう本当とにかしわ鶏の味もできるみたいですあまりやりすぎるとかくなってないそうですねさっの方がシャブシャブシャブちょっと早かった <laughs> <laughs> えしゃべしゃべでは胸、えー、肉もも肉たまにささみも結構好きなお客様例えば銀節コースで、はい、そちらで結構少し内臓とかも楽してもらえる、はい、そうですね銀節コースですと内臓はあの焼き鳥にしてますね焼き鳥でこう、まあ、中をさっと生で食べれるような感じで周りはこんがりと 中はジューシーというような仕上げで焼き鳥にしたりしてますね、うんはい、あとはあの手羽を唐揚げにしたりあと鳥の、うん、うんと弾いた部分を使ってですねゼリー寄せなんかもしたりしてますね、うんはい、あとは当然鳥を下ろすと骨が大量に出るんですけども、うんうん、その骨も捨てないでヤマドで煮詰めてあの かしあのスープを出してそれでラーメンを作ったりああお食事でねうですンそちらの味全部そちらあと朝多分組み上げ豆腐でもそうですねお豆腐豆乳と合わせてお豆腐に使ったりもしてます他醤油とか他味いらないですねとてもとても濃厚でおいしい出汁が出るのでじゃあこの南部柏っていうのは地元の 自撮りっていうことで、はい、まあ山戸で使い始めたそのきっかけっていうかもう最初からまっあったという感じですかその鳥はまず山戸を設立して、うんはい、この辺りはとても自然が多いですよねはい、はい、など山菜野菜類はとても多かったんですけど<菜>あの足りなかったのがど動物性タンパク質動物性はい、はい、まあいろいろあるんですけどもこう安定して うんと供給できるものがなかったんですよ<ー>でなかったら作ってしまおうということでヤマドがこう自らこう立ち上げて地元一丸となってプロジェクト一丸一丸となってですね、うん、作ったあのプロジェクトに一つになっております。はい。それはもう、えー、結構前から始めて最近形になってきた。 そうですね、<ー>設立からすると5年,5年ほどかかってますね、5年以上かかってますね。平成23年にあの飼育の試験が開始されたんですけども、あの加工場が設立されたのが29年なんですよ、はい、それからはその次の年あたりからはあの安定して供給できるようになってきました。年前から始いです最、ね、も,もこの うん、と加工場で大切だったのが、うん、あのキャスシステム、うん、キャスはいセルアライブシステムといって、うん、あの細胞を生かすという冷凍ですね固めて溶かしてもあの、うん、と普通に生の時とあまり変わらないような肉質を保てるような、うん、とても特殊な冷凍法になってあります、うんうんまあ、かなりなんか生クリームまでも冷凍できるそうですね、えー、普通に考えて えこんなの冷凍できるなっていうものも冷凍して解凍してもほぼ変わらないような冷凍になってますのでは<ー>、はい、これがあって南はあのそは生産はあの成,成立したようなとても重要な設備になっておりましたね、はい、え竹谷さんはこう今までこう料理たくさん作ってきて、はい、こう冷凍にできないと思っていたものがセルアライブシステムで、はい そうですね生クリームなんて普通できないんですかまあ大体分離したりするものなので無理だとは思ってましたねそれができてしまうとても優秀なはい設備になってまいますからイワナのバーニャカダソースもそのキャスでそうですね前はキャスを使わないで冷凍した時はたび分離していたのではい やはりキャスでないとダメだなということでなるほどキャスもとても重要な位置なんですねそうですね南部カシワのコースでは、はい、たくさんさまざまな,な内臓部位を食べられるということなんですねそ,そうですねはい例えばその鳥の部位でいう,うと今使っているのは、はい、うんとレバー レバーはいレバー、肝臓、あとは発ですね発、心臓、あと砂肝ですね砂肝もいいですねあとはとささみもたまにそうですね、ささみだったり皮あとつくねなどもやったりしますね結構エミジさんがその焼き鳥詳しいですよね焼き鳥はなんで詳しいんですか熱海で前に焼き焼バテが働いたんです 焼き鳥屋さんでそれはすごいです。そちらはオスカ駅の前、渡タミの炭で焼いたんです。焼きべで働いたんです。ね4年間、待って働きながらこちらでもやっぱり鶏のいろいろ、あささみ、砂木も皮レバ、ハツ、盆汁もおいしネギマン、ネギマんまだ何靴、何靴の方が一番おいしいです。ああ、何靴おいしいですね。 うん、スクネなど、まあいろいろほかハラミバラなどもあるんですが、うん、そちらでやっぱり魚タンとかもサンマオナギシマチョウとか結構たくさん種類で焼けます。誰、えー、の,の味塩の味やっぱりその焼き場の担当みたいでした。うん、<laughs> すごいですね。<laughs> はい鳥の足自分でその串につけたりとか、えー、串も串刺しもしてたんですか。それはすごいですね。うん、軟骨の森を合わせみたいとか、うん、で。えー こちらの串の盛り合わせとかで何種類でそういうエペタイゼルみたいになるんです、ねうん、なるほど、うん、すごい、うん、もう料理人同士のお話みたいな感じ、ね、<laughs> <laughs> なるほどまあそん、まあ軟骨がおすすめ軟骨その方が一番おいしいですよです体的にも結構いいものと思います,、うんすね、カルシアンとかすごい強いもの、うんうん、カルシウムを取れそうですねうん、うん、カルシアンも あとカシュア鶏も皮も,皮もすごいおいしいよ、うん、焼き塩の皮すごいおいしいということで、まあ、そういった銀節、まあ、南部カシュンを地域のブランドの名前で銀節とも呼んでるんですよねう、はい、そうですね銀節<接>、はい、になっておりますね、うん、名前はマ和、うんはい、のお料理のオプションで銀節コースというのを はい、選べるんで、ね、ううできませ、うん、です、ね。現地で作るん丸ごと取りの最初から最後まで出るんです、ね。はい、ロースト、はい、焼き物、まあ、はい、手羽からとか、メインディッシュを。うんうん たくさん出るんです。そうですね、もうほぼフルコース、すべてを味わえるようなコースになってて、たまに私結構面白くて、じゃあ銀シャツをデザートお願いします。これデザートでないですか質問するんです。やってますね。こちらはですね、あのオプション追加で一人三千三百円からはいお申し込みになってます。でこちらのプランはですね、三日前のあの予約で可能になっておりますので、もしいらっしゃるときは三日前のご連絡をお願いします。はい。 まあ、お電話いただいて、相談していただければ、その時、で、対応も可能です。そうですね。そうですね。はい。じゃ、あぜひ近接コース。はい。堪能。していただけるように。そうですね。はい。もっとおすすめなので、食べてほしいですね。ぜひ。はい。していきたいと思います。はい。はい。じゃ、あ南部会社について、武井さん、ありがとうございましす。ありがとうございます。はい。勉強になりました。はい。 いや本当に4週続いて食材のお勉強を本当に私たちさせていただいて、うんうん、よりお客様に深い説明美味しそうな説明ができるようになっていけるかなと思いますでは今回、えー、ラジオありがとうございましたありがとうございました、はい、中でも今二十四紀の、えー、季節 少々、少々お見舞いですね。少々ですね。少々でこれから本格的に夏が始まるということですので、本当に皆さん体調管理もお気を付けください。気をつけください。私たちも山田ラジオからお客様の方々に少々お見舞いラジオから申し上げます。お見いですね。私、日中しきえ。ありがとうございます。では今回もありがとうございました。はい、ありがとうございます。来週はゲスト。 ローザさん最初お客様の方が多分知ってると思いますシンジナス・タブ・アルマニアからお話がいろいろあるんです面白い話例えば三角号で日本とかアルマニアバングラ号でいろいろ面白い話もしたいと思います面白そうですね前回オノマトペのお話してまだまだ話足りないぐらいでしたのでそういったトークを繰り広げていきたいと思いますなののでローザさんだったり海外 関するお便りお待ちしておりますので、うん、ぜひお楽しみに、はい、それでは今週もありがとうございます私、中村光大とエンディと照井武也でお送りいたしましたありがとうございましたありがとうございます